はいどうもこんにちは、りょうです。今回も、消費者コーチングの方やっていこうと思います。今回見ていくのが、最高エクスパン2150の、ノバブラスター使いの方ですね。で、ステージガチアサリ、ルールガチアサリのステージ奄美術大学。で、まあリザルトだけ見るとね、そんなに悪くない。16キルしっかり取っててね。まあキル武器の仕事しっかりしてるって感じなんですけど、まあ結構お互いカウント済まずに終わってるって感じやね。なんとなくこのリザルト見るだけでも試合内容察しつくんですけど、まあ見ていきましょうか。まあなんか予想ではね、お互いなんかこう、キルは取るけど、前線上がんなくてお互いみたいな、全然前行かなくて、まあなんかごちゃごちゃして終わりみたいな、そんな感じを予想してます、この試合。さあ、相手の編成がプラコラ、ザップ、ノーチ、バケツ、強いね。こっちが、ノバネオ、寿司、ノーチ、プラコラ。まあ、バケツと、ノバと寿司とザップの違いって感じかな。まあまあまあ、ちょっとまあ、そんながっつり編成不利ってわけでもないかな。エナジーストーンちょっとずるいなって感じはするけど。まあさ、初動前出つつ炭酸振って、センサーつけられてから1回下がる、これは偉いね。うん。で、ただ前、センサーついてるからね、これちょっと危ないよ。さあ、バケツいって、ナイス1キル。これちょっと危ないね。まあ、これは正直ね、センサーつけられてるから、外れるまでこう炭酸ボム振っとくとかでいいと思うよ。俺は前出なくていいと思う、これは。で、この位置めっちゃ危ないね。右からと弾通り放題やから、全然車線気にしてないから、もっと車線気にした方がいいね、センサーもついてるし。で、敵陣の方に突っ込んで、まあ、相打ちなんだけど、ちょっとかなり視野が狭いかな。これバケツ突っ込むんだけど、ここにノーチラスいるのガンガン見えてるから、まあ、行くならもっと壁際から降りて、ノーチの車線切りながら爆風2発で倒すみたいなイメージかな。これノーチガン無視してるから、マジでこう死に行ってる自殺行為やね、これは。バケツ持ってったけど、別に良くはないかな、このプレイは。もっと周り見た方がいいね。さ、復帰して、相手ナイス玉来てる。一回警戒して避ける。で、ハンコじゃない、炭酸投げて、いいね、1キル、ナイス。あー、で、ボムか。あー、で、これはあれかな、多分、イカ忍者つけてないよね。しぶき立ってるよね。立ってるね。これ、良くないね。もう、本当にね、もう、何目か言ったらいいのか分からんけど、スニーキングをしろ、これはもう。なんでこれ、敵の方にしぶき立てながら、今から僕、行きますよーって言いながら言ってるのと一緒やからね、これ。こんなしぶき立てていって、倒してくださいって言いながら言ってるのと一緒やから、これも自殺行為だね。相手の脳知が上手かったらやられてる。敵に近づくときは基本スニーキング。まあ、上手い人とかはここに壁あるから、その壁を使って遮蔽切りながら爆撃圧当てれるから意外と、みたいな多分感じでいくけど、多分この感じだとそういう思考とかなんか多分なんとなく敵に突っ込んでるって感じやから、マジで危ないね。これは良くない、すごく。さあ、復活して、炭酸でルート作って、ここも危ない危ない危ない、何しょ。まずね、まず降ります。まあ、降りるはいいでしょう。降りた後、ここ。何、死にたいの君。こんなん自殺行為よ。左を全く見ないし、イカのしぶきめちゃくちゃ立てるし、ほぼ利敵行為これ。まあ、利敵は言い過ぎ。いや、利敵は言い過ぎやけど、マジで自殺志願者これ。危なすぎる。まあ、俺やったらまずね、ここ。降りる。まあ、ここまではいいでしょう。こっから前出るんやったら、まず、スニーキングでヒュって、ちょろちょろって出て、しぶき立てないように出て、で、左をルート確認。左をチラって見て敵がいるかどうか、いないか確認する。それが大事。もうそれもせずにしぶき立てながら、ブシャーってこんなんもう殺してくださいってのと一緒やからね、こんな。僕のことを倒してくださいって言ったら一緒やから、これ。じゃあ見てほら、案の定壁に潜伏してるやついるよね、これ。これもスニーキングでパッて出て見たらやられるから、これ絶対。まあ、相手が上手かったらこの時点でやられてるからね、これ。ほら、あ、ちょ、見えてないな。これ視野狭いな、これ。見えてないな。お互いスルーしてるっていう、なんか奇跡が起きてるね。で、ちょっと近づきすぎちゃって。なんかもうよくわからんことになったね。さあ、ただ、なぜか後ろを取れて、倒せると。ちょっとよくわかんないね、これ。よくわかんないけど、まあ、ナイスだね。あー、ナイス。手前処理して、ハンコ吐いて、いいんじゃない？で、ハンコで飛んできたやつも倒す。まあ、ここの処理は良かったね。それ以前があまりにも危なすぎるから、ちゃんと安全確認したいね。さあ、で、炭酸振って、このシーン俺やったら一回この上乗ったりして周り確認とかもするかな。まあ、別に左行ってもいいけどね。濡れてるし、もう味方が前出てくれてるからある程度。さあ、炭酸投げて、いいね。炭酸投げ、あー、ちょっとこれもったいないな。まあ、ちょっとここ敵の位置探しながらね、様子見て炭酸投げて、道作って、敵に圧かけてってめっちゃいいんだけど、ここね、この様子見してるけど、何のために様子見してんのって話なんよ。これは前に出れるタイミングを伺うためじゃないのって話。で、このシーンよく見て、ほら見て、味方の転生したら、イカさんがさ、こうすげー前出てくれてるやんか。で、ここにいるってことは、敵のヘイトめっちゃ買ってくれるわけ。で、このセンサーついてる敵もさ、なんかこう、動き的にこっち見てそうじゃない？こう。
右からほら見て、右から左にさ、それでさ、なんかこの見方を右行ってる感じせん？まあ実際右行ってる方としても、これさ、このルート使えるやんか、今。今この右のルート使えるやんか。この右のルート使わずになぜか左から行くっていうね。めちゃくちゃもったいない、これ。こっからさ、敵陣スーってスインキングで入ったらさ、なんかいい感じに横からさせそうじゃない？これ右のルートせっかくあんねんから使いたいな。これ使わんのめちゃくちゃもったいないな。で、左から行って、で、届かなくて、やっぱ右？やっぱ右？行かないのね、これ行かないのね。行った方がいいよ、これ絶対。で、行くときもパンパンしながらじゃなくて、ちゃんとスニーキングで、ピョンって飛びながらとかね、こうスッて移動しながら、こう、バレないようにね。とにかく前に出るのが遅いし、もうそもそも前に行こうとすらしてないっていう。敵がここにいて、自分の位置っていうのは正確にバレてないのに、スニーキングしたらいくらでも敵陣入れるのに、入りに行かないっていうのはね、マジでもったいないし、俺から見たら、勝ちたくないのかなと思うレベル、このプレイは。これ使ってる武器はチャージャーとかやったらわかるで、敵に近づいてもしゃあないからさ。でもノバブラスターという単射程武器使ってんのに敵に近づきに行かないってどうやって活躍するのって話だから、もっとこれ前出る意識した方がいいな。もうあでこれ出ると、もうちょっと早く行きたかったの。早く行けば行くほどあのキルする準備ができてキルしやすくなるから。さあで敵陣入って、ちょっとノバの射程把握できてないか。でまあこのシーンとかやったらね、炭酸ボムでこの辺まで濡れてるから、ここの敵狙わずに奥まで入り込んで、これ今図で表してんねんけど、この黄色が敵高台で、この赤が敵の位置ね。で今視聴者さんが言うのはここやねんけど、この辺ぐらいまで入れるから、ここまで入ってここで潜伏して、後からついてくる味方となんかいい感じにこう何挟み撃ちじゃないけど、こう囲む形作れるやんか。そういう形を作りに行くのもあり。まあただこれ農地がね左向いてくれてるから、こいつ先処理、手前のやつ処理してっていう動きでも全然問題ないね。まあただちょっとエイムが悪いエイムが悪いからそこはなんとかした方がいい。下にいるのに敵真上の方撃っちゃってるから。でまあちょっとエイムミスってバレちゃったから下がって、ここ引く判断は良かったね。バレて無理になったから下がって、ただここちょっと射程の把握が甘いな。まあこれはメインのレンドとね。で復帰して、さあ入ってくるとこ見て、ナイス直撃、これはいい直撃。さあ炭酸でまた回り見つつ前出て、ナイスキル、うん、ナイスキル？ナイスキルだけど、こっからちょっと危なすぎるな。このザップやるまではナイスなんだけど、ナイスザップやりで、一発当てられてるから一回敵の弾避けることを意識した方がいいね。もう一発当てられてるのに無視して戦いに行ってるから、これ危ない。これも相手上手かったらやられてるからね。ちゃんと一回回復挟もう、フリータイムはしない。うん。相手のガバさに助けられてる、これは。さあ、アサリ入った。これリードしたいね。さあ、ただ、あー、右落ち入ったから、ちょっとこれ厳しいね。あー、ちょっとごめん。あー、これちょっと運が悪かったね。これ、ボムがナイスすぎた敵の。んで、復帰しまう。言うて2分半あるからね。大きいの1個入れたら多分リードやから、これ。頑張りたい。で、これすげー細かい話すると、この時点、この陣の右下から左向く、この時点で、もうこの、遅いねんな。この時点でちゃんとこっち側見えるように正面向いておきたいわけ。スティック操作でカメラで。左見えてないやんか。これめっちゃ危ない。自分が今から進む方の確認せずに突っ込んでるから、ゲームやから助かってくる。これ車の運転とかやったら死んでます、この人。50回ぐらい。曲がる方向を見ずにハンドル切ってるみたいなもんやからね、これ。で、横から展開してて、まあ、これ自体はいいね。で、ナイス1キル。さあ、1キル取ったらすぐ下がって、1バレたからね。炭酸で敵陣入って、これバケツもやれたらでかいよ。きついか、ちょっと射程がね。うん、無理しないの偉い。ここ無理しないの偉いな。さて、センサーつけられたから、これもすぐ下がる。すぐ下がろう、すぐ下がろう。いいよいいよ。すぐ下がって、で、センサーついてるからね。下がっていいよ。うん、無理しない、無理しない。炭酸振って、こう、味方のカバーしに行こうか。これはハンコ使うのもったいないな。これメインで行った方がよかったね。うん。メインで行ったら普通にバケツやれてたな、今の。これはちょっとハンコの使い方もったいない。うん。もったいないっていうか、でも、これもキル取れないから、この使い方すると。今のは普通にメインで行った方がよかったね。で、復帰して、周り見つつ、あー、これやられちゃうか。まあ、シンプルに現状、周り見てなさすぎやから、もっと周り見た方がいいね。止まってる時間がないやんか。ずっとなんかしら動いてるけど、別に動、なんかこう、動きながら周りを見るってこともできてないから、もっとちゃんと様子見した方がいい。俺ですら止まって、周り見る時間作るのに、あの、ああ、うまっ、うまっ、うまっ。俺より X パー低くとか、俺より経験ない人が止まらずに動き続けてるって結構意味わからんから、もっとこう、狙ってキル取る動きとかもあった方がいいね。これも敵陣入ったけど、周り見てないやんか。なんかめっちゃカモン押しながら敵陣入っていくけど、こんなんもうさ、どう見てもやられるやん、こんなん。見て、ここにノーチラスおるし、ここにも敵おるしで、こんなところにノバブラスター入ったら死ぬに決まってんやん、こんなん。射程もないし、逃げ場もないねんから、敵員くんど真ん中突っ込んで。ちょっと周り見えてなさすぎやね、これは。あまりにも。さあ、復帰して、さあ、真下いるよ、敵。後ろいるよ、後ろいるよ。
ちょっと見えてないか、視野が狭いな、視野が。だったらこれはうまい、いいね。3個吐いて、左に敵見つけた、それを追いかける。いっちゃう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 、ナイス。で、あー、引いちゃうのもったいない、行くのもったいない。もうここ俺やったら確実にこのハンコでザップ倒した後、ここに潜伏して復活してくるノーチラス狙うわ。アサリ入れようと思ったらここの広場を取るのが一番大事なわけやんか。で、ここの広場を取るチャンスが今目の前に転がってるわけ。このノーチラスを倒したらこの広場取れるわけなのに、このノーチラスをガン無視してアサリを拾いに行くっていう、誰でもできる仕事をしに行くっていう。今この状況下においてこのノーチラスを一番倒しやすいのってこの視聴者さん。絶対これはノーチラス倒しに行った方がよかったね。もう2落ちも入ってて。絶このチャンスやった、敵陣を取る。で、ただこれでアサリを作って自分の場所をばらして、ばらした状態で敵陣に突っ込んで、それはカウント進みませんよと。それはいけませんよと。まあ、一回下がってきたのは偉いけど、うん。さあ、で、前出て、まあ、ただ位置ばれてるからこれ入らないと。もったいないね、めちゃくちゃ。で、まあ、ラストまで、カウント進めることできずに負けちゃうと。だから、この人もあれだね。どうやったら勝てるか理解してない。でも、散々動画で言ってる。敵陣取れって。そこ前出てキル狙いに行かないとっていうシーンで下がってきちゃうことがめちゃくちゃ多いから、もっと敵陣付近で潜伏してキル狙う動きっていうのを増やした方がいい。だと、もっと周り見る。あとスニーキングする。曲がり角を確認せずに運転しすぎやから、もうほんまにこれ車やったらマジ事故りまくりやから、マジ気をつけて、現実世界で。あと、スニーキングね。異界道で、近づかない。やれる距離とか敵が見てない時とかならいいけど、もうノーチラスとかに関してはゴリゴリ正面から異界道しぶき立てながら突っ込んでたから、マジで危なかったあれも。スニーキング前線の潜伏で曲がり角確認、敵の確認、もうね、過去に動画でもう何百回って言ってるけど、これも意識して、頑張ってもらえればと思います。分からないことあったらコメント欄で聞いてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。